ハバナイスゲームイノウェイです。ガンダムブレイカーモバイルやっていきます。今回はクリスマス確定ステップアップガシャを引いていきたいと思います。最高ループ数、ループ数1、3か3分の1というところで、マックスね90連引けるというところでね、やっていきたいと思います。一番欲しいのはですね、ちょっと分かりにくいんですけれども、ビームライフルでございます。 EX スキルがついてない方のビームライフルが一番欲しいかな。で、次に欲しいのが EX スキルがついてる方のビームライフルということで、今回ね武器縛りでございます。あ、かなり欲しいですね。これね、欲しい理由の方は後から、ちょっとね別の動画でね、ご紹介したいと思いますので、そちらの方をご覧いただければと思います。そしてね、ガシャ始まってしまいました。早速いきましょうというところで、これはどうだったんだろうな。パーッと見たからね、確かピンクだったね。ピンクはほぼ出ないというところで、まあ出ませんでした。はい。で、ただね覚醒回路がね出ますんで、これ赤いねこちらの方ねゲットして、うん、星7のねパーツを作るために貯めていきましょうというところでいきます。はい、青。はい、青はねもう速攻でストップ、もうストップします。はい、行きましょう。はい、来い。まあこれ確定なんで来るんですけれども、はい、来いと来ました。綺麗な赤ですね。はい、行きましょう。これ星7が出るガチャも出るんですかね、後々ね。そしたら虹色のペレットが出るのかな。そうするとますますピンクのペレットの価値観がちょっと変わっちゃうのかなというところですけれども、まあまあ気にせず行きましょう。はい、どんどん行きましょう。はい、ほい、そろそろ来るか、そろそろ来るか。あー、来た。お、武器だ。ほい、ほい、ほい、ほい。あー、そうなんですよね、ビームサーベルがね2本ありますんで、このねセンスみたいなやつね、こちらの方はね、あれですね、狙ってなかったですね今回は。まあでも嬉しいです、確保することによってね、イベントのこうポイントがね貯めやすいのでね、最低でも3つは欲しいんですけれども、今回90回引けるんで、まあ3つは絶対に確実に手に入るかなというところですね。はい、行きましょう。まあ、かぶりも含めて9パーツ絶対は出るかなですね。あ、9パーツじゃない、3パーツですね。はい、最後の1発だけ確定なんです。はい、行きましょう。はい、行きましょう。お、武器だ。来い、来い、来い、来い。あー、ビームサーベルですね。別のパターンのビームサーベルでございます。なんでこうなったんだよ。ビームサーベル。こいつ射撃機なんだよ。射撃寄りなんですよ、こいつ。性能が。それなんで射撃機を今、育ててる私にとっては欲しいんですけれども、ちょっとこれまたボディもな、また、なんとも言えないところですね。欲しいんだけどな、射撃機が。射撃機はね、EX スキルのね、初期チャージをね、なんと 25% ね、上昇させるという面白いパーツなんですね。1パーツだけで初期値を 25% 上昇させられるなんていうのは、かなり価値が高いと思うので、ここでぜひゲットしたいなと思うんですけども、全然ね、出そうにないなというですね。まあ、あとはバックパックも欲しいなと、 EX スキルがかっこいいんでね、これも欲しいでございます。はい、さあ来い。あ、ボディーパーツかな、なんだろう。頭もね欲しかったですね。実は頭も4番目ぐらいかな、4番目ぐらいに欲しかったんですね。非常にありがたい。射撃攻撃力のパラメーターがね上げやすい、発動させやすいパーツオプションついてますので、欲しかったでございます。欲しかったでございます、おかしいけど。さあ来い。もうないかな、もうないな、もう終わりでしょこれ。早いな、90連ってあっという間ですね。もうこれでも確定枠ですね。さあ来い。さあ来るか。いやー、ビームライフル欲しいな。 EX スキルの方でもいいから欲しいな。威力 B プラスでね11発最大つくんでね、で射撃コンビューでね1万6000ぐらいあるんで、確かかなり欲しいんですけれども、それも出るかどうかだなーというところですね。怖いな、怖い。緑、さあ来い。あー、ボディーだ。あー、終わった。あー、ということで今回は、腕パーツで終了でございます。盾と一体型でございます。皆さんぜひね、狙っていただければと思います。ハバナイスゲームのウェイです。
ジングルベールジングルベールジングルガンブレーというところで、クリスマスガシャ登場しました。早速ですね、改造で見ていきましょう。セカンドビクトリーでございます。ガシャの方ね、すでに引いております。こちらの方でね、見ていきたいと思うんですけれども、まず頭部の方ですね。こちら星7までね、強化した状態でございます。射撃攻撃力 14,276、射撃の防御力 6,850、 耐久力 5,571 というところでね、かなり、高めの数値がポンポンポンと出てますけれども、ライフルカテゴリー装備時に射撃攻撃の威力 40% 上昇、射撃費ダメージが 20% 上昇し、 EX スキルの威力 40% 上昇というね、こちらも発動しやすいというところで、ワードタグがエース専用機効果力というところで、射撃隊にはね、ありがたい、そうですね、パース特性かなというところでございます。はい、次にですね、こちらです、ボディでございます。耐久力8302、そして射撃攻撃力6182、そしてですね、格闘防御力6173、射撃防御力8069と、この4つの項目がかなりね、高水準の数値になっているのではないでしょうかね、というところで使いやすいと思います。特に射撃攻撃力はね、高めでございます。でパーツ特性がエース専用機の時に、EX スキルの威力 30% 上昇、敵機の属性相性が有利の時、射撃攻撃の威力 35% 上昇というね、ちょっとね、目立ちにくい部分があるパーツ特性の2番なんですけれども、まあ使えるんじゃないかなと思います。でワードタグがね、エース専用機、中距離戦というところでございます。こちらもね、射撃寄りの感じでございますね。はい、続いてですね、腕でございます。こちらがですね、縦と一体型でございます。耐久力 12,628、格闘攻撃力 13,634、 射撃攻撃力 11,294 と、射撃攻撃力はね、やっぱね、高めですね。縦と一体型っていうのもあるとは思うんですけれども、かなり高めの数値だと思います。そして格闘防御力が6192、まあこれは普通かな。で射撃防御力が 15317 と、かなり高めなのかなと思います。まあ、何よりね、縦とね、一体型なので、こちら一つ埋められるんでね、パーツが少ない人には非常におすすめのパーツでございます。でパーツ特性が、敵と相性、属性相性が有利の時、射撃攻撃の威力 30% 上昇、ミッション開始から10秒後一度だけジョブゲージ 50% 上昇という話ですね。でワードタグは専用機効果力でございます。はい、続いてですね、脚部でございます。耐久力6993、そして射撃攻撃力5738、格闘防御力5273、射撃防御力6509というところで、この、4項目が高めかなっていうところですね。ビーム耐性もね、2681ありますんで、捨てがたいところでございます。そしてパーツ特性が、時期が中距離戦の時に敵の EX スキルの威力 30% 上昇、減少ですね、ごめんなさい、減少ですね。で時期が属性がテクニックの時に射撃攻撃の威力、35% 上昇というところで、まあ、射撃も特化の機体でございますね。ワードタグがエース専用機中距離戦というところでね、まあ、エース専用機は結構あるとは思うんですけれども、中距離戦のね、強力なパーツをちょっと求めてるなって方結構少ないので、ここで手に入れるのはありなのかなというところでございます。はい、続いてですね、バックパックでございます。耐久力7379、射撃攻撃力5571、格闘防御力5083、射撃防御力6869、まあ、かなりね、こちらも扱いやすい高水準な数値を叩いている項目があるんじゃないかなと思います。です、 EX スキルがね、私も大好きなんですけれども、ド派手なね、セカンドウィングというね、こちらのね、もう束縛系の無敵系の突進系スキルかなというところですね。威力が S ですね。で耐久力 48% 回復、これがね、でかいです。もう結構少ないんですよ。あるように見えて回復次の EX スキル、S 威力 S のね、 EX スキル少なかったりするところ時があるんで、ここでね、ゲットしてもいいんじゃないかなと思います。はい、続いてですね、ビームサーベルですね。これ通常のビームサーベルかなというところで、格闘攻撃力 15,768 でございます。で耐久力もね、4,725ありますんで、それなりに使えるんじゃないかなというところですね。でこれ面白いなと思ったのが、パーツ特性がね、
格闘技ダメージ 10% 上昇し EX スキル初期チャージ 20% 上昇で、さらにですね、ジョブがミドルシューター時、EX の初期チャージ 20% 上昇というところで、これ 40% 上乗せできるのかなというところ、これ1パーツで、ね、40% も初期チャージが上乗せできるのかなって考えたら、かなりお得なパーツなんじゃないかなと思います。まあ、ただちょっとタグがちょっとあれですね、エース専用機とガンダムタイプなんで、ちょっと射撃に寄ってるんですけど、そうですね、まあ格闘攻撃力っていうところがあるんでね、まあそこは無視していただいて、もうそうですね、ワードタグで、使うってなったらいいんじゃないかなと思います。射撃機をね、射撃特化にするときは結構格闘を無視したりする傾向もありますんで、このビームサーベルとかね、あわよくばパーツ特性で活かせればなっていうところはあると思うんで、それで使えればと思います。はい、続いてですね、こちら、これヤツデかな、ヤツデビームサーベル、これ結構特徴的な、ビクトリーではね、こう特あるちょっとセンスみたいなね、なんか三味線をこう弾くようなあれみたいな形なんですけれども、これもね、格闘攻撃力が15768ですね。で、射撃防御が、3696、耐久力、4725という感じですね。かなり、面白い形でございます。パーツ特性がサーベルカテゴリー装備時 EX スキル貫通力 28% 上昇、ビームタイプの攻撃時 EX スキルの威力 35% 上昇というところで、これもね、まあ発動させやすいところはあるのかなと思います。で、ワードタグがエース専用機中距離戦でございます。パーツ特性の方ですね、 EX スキルの威力 35% 上昇とかってあると思うんですけれども、これがパラメーターではなければ、その目に見えない部分ではあるんで、あの実戦でね、実感できやすいのかなというところではございます。まあ実際にね、敵に与えた EX スキルのダメージをね、比べてみればね、分かりやすいんじゃないかなというところで、ぜひ試していただければと思います。続いてですね、こちらでございます。ビームライフル、こちらの方ですね、 EX スキルでございます。射撃攻撃力16325、耐久力4500、射撃防御力2594という形でですね、ついております。耐久力はね、ありがたいかなというところでございます。マルチブルランチャーですね、こちらの方がですね、威力 B プラスの弾数最大11というところで、かなりね、お得なパーツになっております。もう射撃の、ね、攻撃力も1万6000という、ね、最高水準の、威力を、保ちつつも EX スキルもしっかり持ってるんで、あの本体でもね、そのカスタムスキンでもね、使えるんじゃないかなと思います。で、ワードタンが専用機ガンダムタイプでございます。はい、で最後にもう一個ね、メガビームキャノンセカンドビクトリーというところですね、こちらの方も、射撃攻撃力が16325、耐久力4500になっております。で、特性が高火力時 EX スキルの 40% 上昇ね、威力 40% 上昇と、ビーム耐性5000以上の時に EX スキル初期チャージ 25% 上昇というところでね、これも結構使いやすいですね。ビーム耐性が5000以上の時に EX スキルの初期チャージ 25% 上昇なんで、これはかなり上乗せでも使えますし、 25% あればこれ1パーツだけでも、そうですね、 EX スキルのね、初期チャージ、十分、活躍してくれるんじゃないかなっていうので、かなり見どころのある、武器になっております。で、専用機高火力というね、タグもかなりいい、パーツになっております。個人的にですね、おすすめのパーツ最後に言うんですけれども、やはり最後にね、お伝えしたメガビームキャノン、こちらの方かなりね、面白みがある、初期チャージ 25%、1パーツで漏れるところは最高にね、魅力大かなというところでございます。そしてですね、ビクトリーガンダムのね、セカンドビクトリーガンダムの、こちら頭部ね、こちらも面白いかなというところですね。射撃攻撃力がね、14276、そしてライフルカテゴリー時射撃の攻撃力の威力 40% 上昇、発動させやすいです、非常に。これが大きいなというところですね。で、射撃ダメージを 20% 上昇するんだけど、EX スキルの威力 40% 上昇という、これもね、発動させやすい。で、ワードタグが専用機高火力、この2つを持ってますね。はい、で、お待ちかねのね、 EX スキル、こちらもね、やっぱね、セカンドビクトリーのね、やっぱりバックパックはね、ありがたいですね。これ、最大値、48% 回復の耐久力のね、回復がついてる EX スキル、
こちらとビームライフルもね、威力 B プラスで最大弾数がね11発ってかなり、扱いやすい。しかも 16,325 というね非常に高い射撃攻撃力を備えているパーツなので、この4パーツが個人的には面白いかなと思っております。まあ、他のパーツもね、それぞれ面白みがあると思いますので、ぜひねもし気づいた点がありましたら、教えていただければと思います。以上がですね今回の、セカンドビクトリーのね、考察というか、パーツのね欲しいパーツ一覧かなというところでございます。すでにねガシャは引いてしまっててですね、チェックがついてるんですけれども、頭はもうすでに改造してるんで、全4パーツ今回ゲットできました。非常にねありがたい、今回のねガシャ非常に優しく、やっぱりクリスマスだけあってね優しかったですね。ステップアップでね最後のねステップで、星6確定だったんで、それでね、そうです、最高マックスのループ3まで引いて4パーツだったかなというところでございます。ぜひね皆さんもお財布に余裕がある方はぜひね、ガンガン引いて、まあ無理のない程度に引いていただければと思います。僕もねちょっと年始かな、もう少ししたらあれなんでね、あの会社の給料日になりますんで、もうちょっと引こうかなというところで考えております。以上、井上 TV ショー、今回はガンダムブレイカーモバイルをお送りいたしました。ご視聴最後までありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイ。